まあ、その木がすごくいっぱいあるということではなくて、すごく印象的に木が使われている空間において、きっと木の香りがするんだろうなと思って、こう空間に、まあ、入った時にやっぱり木の香りがする安心感というか、なんかさっき言ったパン屋さんが違う匂いだったら嫌よねっていう話とちょっと近いところがあるんですそういう安心感は結構大事な気がしますね。そうあってもらいたいっていう匂いと、やっぱ空間がある程度こうしてて、まあそれでいてその匂いは上品である必要はあると思うんですけど、そんな気がしますね。まあ言ったら環境ですもんね、香りってね。そのいい環境を作るのが建築家の仕事っていうふうになんか前に教えてもらったことなんですけど、その意味でなんかまあ無視できない存在であることは確かですよね。香りプラスちょっと建物の香りっていうものになっていて、私はその建物の香りを何で出したかちょっとよくわからないんですけれども、ただコンクリートの匂いで私たちはよく現場に行くので、よく嗅ぐんですね。コンクリート打ち立ての匂いとかで、やや湿気た匂いなんですけど、確かにその匂いがちょっと入ってる感じがして、あ、これは確かに建物だなので面白いなと思ってこれを選びました。あとやっぱりなんかこう、まあ、自然の香りだからか、これが建物を感じさせるっていうように、なんか風景と結びつく感じはします。その匂いが、なんかをこう想起させるというか、それはその抽象的なものをイメージするわけじゃなくて、なんかこう自分の記憶を呼び起こす感じっていうのはあるなと思いました。面白いなと思います。実はこのアロマの、話が来るまでそうだったなっていうのを忘れてたんですよね。いわゆるこう本当はプレミアムに最初からあってもよかったものがようやくこう加わったかなって、すごくで森に行った時に、ああいい空気とかいい香りとか言うでしょ、あってやっぱすごく大事な要素なんだけど、それを忘れてたんですよね。写真じゃないですよね、その場の空間の時で、明るさもあるし風もあるんだけど、そこにこう香りってすごく大事な要素かなと思うんですね。本当に五感っていう割にはなんかね、こう香りって本当になんかこういろんな世界から、ちょっと建築の世界とか特に置いてかれてきてる内容だと思うんですけど、でも実際には本当にすごくこの香りを嗅ぐことでその気持ちが全然変わるっていうのは本当にそうだと思っていて、なんかそれがね、なんかこう広がっていくといいなってなりますよね。
リアルな空間を作ってるものとしては、やっぱりリモートと実空間がこんなに違うというのをすごい改めて思った時に、例えばリモートだと嗅覚、味覚、触覚、五感のうちのその3つの要素がすごくないで、なんかよりそれをこう求める時代に来るだろうなと思っていて、こう仮想空間で得られないものを必ず実空間で得たくなるので、素材を選ぶ時にこうさ、肌触りとかこうそういう触覚でやっぱり嗅覚も同じですし、なんか全部が一緒ですよね。こう森の中に入った時に香りと、あと湿度の感じとか、空気も味みたいなものですし、なんかその3つがすごいあることがやっぱりこう人間らしく生きられる絶対大事な要素だなと思うと、これからの時代はその部分がすごい大事になってくる。ある香りを嗅ぐと急になんかその時のことをパッと思い出したりとかよくしますよね、人間って。あれは何なのか、人間のなんていうかすごい奥深いところというか、こう明確に意識してないところというか、直接こう働きかけるようなところがあるなと思ってて、そういうのはすごい興味があるというか、憧れっていうんですよね。建築ってどうしてもやっぱり特に写真に撮れるようなものっていうのは人がこう意識普通にできる部分デザインしたりしてます。なんか人間が動物としてこう直感してることとか本能的に感じてることとか、完全に意識してないけど感じていることとか、そういうことが実はすごく大きいんだなと思ってて、そういう建築が作りたいんですけど、嗅覚とかのその持ってる原始性っていうか、そういうのはすごく憧れですよね。香りは完全に記憶の空回り症です。何ですかね、建築やってると空間ってこうエーテルみたいな、やっぱりエーテルでね存在はしないんだけど、エーテルみたいにある種のこう存在としてあって、それのなんか状態というか身体にも場所にもなんかちょっとまとわりつきつつ、そこにふわっといるみたいな、なんかそんなようなものに僕は感じてるんですよね。で、例えば壁を置くとそれがエーテルが少しこう流れが遮られるとか、なんかそんな感じがあって、それは空気とはまたちょっと違って、空気よりももう少しなんか存在感があるというか、でこの香りっていうのはだからそれに結構近いなとはいう気はしましたね。空気の中にいるんだけど、空気より少しもうちょっとこうエーテルよりというか